チコミ。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。5月7日金曜日、はい、ゴールデンウィークね、アフターの、花金でございます。で、お昼ですけれども、今日ねちょっとびっくりしましたね。今日は、24個ね完売したんですけれども、何件かな、2件ぐらいかな、2、3件、口コミでね、何々さんからここのねお弁当おいしいからって言ってね、買いに来ましたみたいなねお話とか、私のね妹が勤めてる職場の関係者の方から、トリマンのお弁当おいしいよってね、言われたって言ってからね、妹から LINE が来たりとか、まあご近所のね、某、割烹系のねお客様から、ねトリマン弁当おいしいらしいねって言ってからね、そういうねなんかお声を結構たくさんねいただいたんでね、おおってなりまして、でさらに、今日ね一元のねお客様でお車でね、ご来店くださったんですけれども、まあそれがね、あの新麺若葉マークだったんですけれどもね、若いね女の子が買いに来てくださって、まあ隣にねお母さんが乗ってらっしゃったんですけれども、これはもしかして大賀蓮人くんファンで、ね、大賀蓮人くんのツイートを見て買いに来てくれたのかなとかね、ちょっといろいろ今までにねないちょっとあの客層だったんでね、どこでねうちの弁当を知って来られたのかなというのをちょっとね聞いてみたかったんですね。ちょっとね聞くの忘れてましたけれども、なんかねだんだんちょっとね、まあ普通のなんていうんですかね、アナログの、口コミが最近ねかなり広がってる体感ですね。買いにね一元の方で買いに来られる方が、まあ、何々さんに聞いてきましたみたいな方がね、ここ美味しいらしいねみたいな感じのね口コミで来られる方が結構増えてまして、かなりねちょっとね嬉しいなというような状況でございます。はい、まあね、昨日に引き続いて、まあ今日もね、なんとか、完売ですることができたんですけれども、夜がね、またね、まあ今日が緊急事態宣言ね、発動と、愛知、福岡ね、追加でなりましたので、まあね、また1月に逆戻りですね。まあ福岡がね、緊急事態宣言出ると、まあ下関の方がね、もろその影響を食らって、もう夜ねもうほとんどお客様がね、来られないような状況に戻るという、戻りたくないね状況になるんですけれどもね、まあこれはどうしようもないのでね、まあその状況下でもね、なんとか黒字経営をやっていこうというね流れでございます。でまたね、あのインドの変異株がね確認されましたみたいなねニュースがバンバン入ってきますけれどもね、インドはねもう本当に偉いことになってますからね、もう水際がね日本はゆるゆるだなというような感じで、もうなんかこの間までね英国のね変異株が入ってきてバーっとあっという間にね日本全国に広がりましたけれども、まあインドもあっという間に広がるんだろうなという感じで、まあインドのね状況を見てますと、あれがね、数ヶ月後のね日本の姿だと思います。想像するとですね、ああもうさすがに店ができないなというようなね状況になるなと、もう夜のね営業は多分できなくなるなという感じですよね。まあでもその頃になったらですね、今度はそういう協力金とかもね、今みたいにはね、まあ下関はもともと出てないんでねもらえてないですけれども、今のね、今なんぼなんですかね、相場が4万とか6万ですかね、今ね手厚く、中小、ちっちゃいね店舗からしたら、まあ、かなり手厚いね協力金だと思いますけれども、まあ、その金額より多分今からはねもうどんどん下がっていくでしょうから、まあ、他のね、同じようにね厳しい業態がありますからね、まあ、そちらの方に予算を回すとなると飲食店ばっかりにね予算が触れなくなるからっていうような感じで、もらえる、ね、金額も少なくなるでしょうから、まあ、より一層ね飲食店ね、まあ、特に居酒屋夜のね、アルコールを提供する、ね、お店ですよねはかなり厳しい状況になるかなというのをね思いますね。
でさらにですね、ちょっと今からね、今でもねこのような状況なんですけれども、今からね、税金支払うね月間になってまいりますのでね、567ぐらいかな、消費税もねやってまいりますし、予定納税は今年ぐらいね、凍結しろよと、思うんですけれどもね、みんなね、払えるのかなとね、本当に。まあ去年のね持続化給付金とかにはね、ああいう補助金にはまあ消費税かからないから、まあ全体的に売り上げが下がってそういう補助金をもらってるから、まあ去年コロナ以前よりは消費税のね支払い額っていうのは減ってるでしょうけれども、まあ、そもそもね売上利益が減ってるので、で今年はそういう、持続化給付金もないし、まあ地方でね宣言が出てないところは協力金もないので、まあ実質ね去年よりは、落ちてるところもね多いでしょうから、今売上がね半分とかになってるところはかなり厳しいなと思いますね。消費税全く本当になんか下げるね、手つける気ゼロやなっていうのはね、恐ろしいなというような感じですよね。去年の今頃はねそういう議論もあったと思うんですけれどもね、今全く話題にも上がらないですよね。全くそう、もう、国民ね、まあ、10万ね去年は出ましたけれども、それもないし、緊急事態宣言がね、出るだけ出るけど、一般ね、まあ、そういう飲食、緊急事態宣言が出ている地域の飲食店にはねそういう協力金は出ますけれども、じゃあ一般のね、お勤めされている方とかにはね全く恩恵はないので、かなり厳しいですよね。だからだんだんね本当にね日本全国ね、今はまだね、去年いつだったかな、前ちょっと前のね動画でも上げましたけれども、7割のね日本、今の日本人は、給料がね、給料というか収入が下がってないというねデータが、出ておりましたけれども、まあ、それはね以前の話で、今後はねか、まあ、一部のね業態がぐわーっといったらね、それ回り回って各業界にね、影響が出てくる、まあ、全部つながってますからね、なので今からね全体的にやっぱり落ち込んでくるのかなと思いますね。はい、ということでね、まあ、今日はね、前半、まあ、かなり暇でね、地元やそかの先輩がね、トリマンカウンターを死守してくださってですね、でもう今日はね、某ねちょっとビジネス関係の、契約があったみたいでね、うちにお金をね使いに来てくださったみたいなね感じだったんで、もうねうちの最高級メニューのね、トリマンステーキまでね注文いただきましてね、本当に、ご支援いただきましてありがとうございました。はい、でね、ちょっとね関連の話なんですけれどもね、今ね結構うちの店でホットな話題が、まあ、40代からね50代のね、独身男女の、まあ、そういうなんかね、出会いの、お話っていうのがね結構話題に上がるんですけれども、でまあねちょっと明日ちょっとそういうね、お見合いじゃないですけれどもね、があるということをね、お話聞いたんで、どんな感じになるのかなと思ってですね、ちょっとね見学に行きたいなと思うんですけどね、ちょうどお弁当ね売ってる時間帯なんでね、なかなか現場までねちょっとこう覗きに偵察に行くことはできないんでね、ちょっとそれが残念なんですけれどもね、まあ結構ねもう今私もね今年42ですけれども、でこの間ね、いとこが来て、結婚決まりそうだとね、それが有吉さん世代で46歳かなんでね、まだまだねそういう40代でもね、もう30代後半の時にねもう35過ぎたら結婚できる確率がね 2% とかやったかな、まあそんなもうほぼできないよみたいなね数字になってるんですけれどもね、ここ最近ではねなんか40過ぎでもね、もう子供さえね望まんかったらね、結婚してる方っていうのもね結構多いなというのもね、ありますし、まあその40代50代向けのなんかそういうね出会いの場っていうのをね、あれば
結構そういうね、市場がニーズがね、需要があるんじゃないかなと、ね、話をしてて、お客様とねお話ししててふと思いましたね。まあ婚活のね、まあ一般的な婚活の、年齢でねリミットっていうのは大体35過ぎるとですね、まあ男女ともに食いつきが悪くなるので、で、35を過ぎると、マッチングがね、マッチング率がね下がっちゃうので、まあ業者的にはですね、昔で言うとですね35で切りたかったところなんですけれども、まあ35で切っちゃうと、まあ、市場がねちっちゃいんで、35で切っちゃうともう全然そう商売としてね成り立たなくなっちゃうんで、だん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 、年齢がね年齢が上がってって、なんだったらもう60ぐらいまでね、上の年齢は上限なしみたいなね、パターンとかもありますけれどもね、まあ、それだと余計ねミスマッチが起こっちゃうので、そういうマッチング率はね下がるだろうなと思うんですけれどもね、まあ、40、50代ね限定のねそういうなんか出会いの場みたいなのをね、作ると意外とねニーズがあるのかなと思いますよね。で、中にはねお客様の中ではね、もう結婚されてる方でもね出会いをなんか提供してくれとかいうねいう方もね、いらっしゃいますからね、昼顔喫茶に行けと思いますけれどもね、まあ、そんな感じでね、まあ、結構、独身男女ね、40代50代ね、まあ、何だったら60代ね、40、50、60とね、まあ、その辺でもね、まだ、なんちゅうかな、そういう、もう家族をね築くというよりはもうなんかな、パートナーをね、共になんか歩んでいくみたいな、スタンスに変わるんでしょうけどね、まあちょっともう子供はいいよと、けれどもなんかね、あの一人じゃ寂しいので、まあなんかそういうね一緒にね過ごせるというかね、まあ話ができるというか、まあ同じね共通の趣味などなどね、があるようなねパートナーがいればいいなというようなね、結構そういう需要がね結構、うちのねお客様と話しててもねありますし、まあ実際ね独身の方っていうのは結構多いんでね、そこら辺は、まあ、男女ともにね、まあ、そんなに、まあ男の人だとね結構しっかりしたねご職業についてて、もったいないなと思う方がね結構いらっしゃいますしね、まあ、女性は女性でね、しっかりね働いてらっしゃってね自分で、生活してるというね方も多いんでね、なんかそういうのをねつな、げられたらいいかなと思うんですけどね、まあ、うちのお客様がね、まあ、そういう、なんかなお世話をねされる、まあ、商売じゃないですけどね本当に完全にねボランティアでね今されてる方がいらっしゃるんですけれどもね、まあ我々世代ですね、まあ、ちょっとね本当に今ねもう本当に心の時代が来てるなと思うんですけれどもね、なんちゅうかな、もう今は物でね何かを埋めたりとかね、いう時代でもないのかもしれないですね。なんか心がね どれだけ満たされるかっていうのがねもう満足できるかという、時代になってるのかなと、まあ、例えば飲食店でもね、まあ、料理がね美味しい、まあ、それで感動したとかね、あ来てよかったとかいうのもありますでしょうけれども、まあ、そのね店の雰囲気とかそういうね店員さんとのねやり取りとかで、まあね、楽しいなと、心が満たされたなとかね、ホッとするなと、まあその家に帰るまでのねちょっと、切り替えのね時間に使うというかね、まあ、そういう使い方もねあると思うし、まあねそういうお客様も結構いますので、まあなんかね単純に物を売る時代というよりは、まあなんかねそのお客様のね心にね、こう直接ねなんか届けられるようなねサービスというね、気持ちとか思いとかね、まあそういうのが結構ね大事になってくるのかなというのをちょっと最近ね思っておりますという感じですね。まあ、特にこうねコロナ禍になってね、もうこういう対面商売がねだんだんやりづらくなってきて、まあ EC、まあ通販とかね、ネットを使ったねビジネスに切り替えろよとかいう、まあね、この間下関市の、追加経済対策でもね、まあ、そういう業態転換じゃないけれどもね、そのコロナ禍にあった、商売のね形、まあさっき言った
みたいなね、EC サイトを立ち上げるとか、まあそういうのに、補助金が出ますよみたいなね、のがありましたけれども、まあそういうのだけになっちゃうとですね、ただ単にね、物を売る、だけになっちゃうんでね、まあ中には、まあお手紙をね、添えて、ありがとうございましたとかいうね、そういうやり方もあると思いますけれども、まあね、ただ買うみたいなね、で届くみたいな、まあ、Amazon 様なんか特にそうですよね。まあ別にそこに何も求めないっていうのもねあると思うんですけれども、ポチッとしたらね届いて、あ来たかという感じでね、なるんですけれども、ただそれだけだとね、なんかね物足りないというかですね、なんか、寂しいなっていう気持ちもありますので、やっぱりね誰か、顔のね見える誰かからね、物は買いたいなというねニーズも需要はあると思いますので、なんかねそういう機械的にね、まあネットでポチッとパソコンポチッと押してね、スマホポチッと押して届くっていうのもね、それはそれで便利なんですけれども、まあ買い物をするという行為ね、まあストレス解消というかね、なんかな、そういう人間対人間で物を買ってなんかこうね、満足度を得るみたいなね、買い物の仕方もね多々あると思いますので、なんかその辺の重要さがね、まあこれからどん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 ね、まあ本当にロックダウンになるんじゃないかなとね、緊急事態宣言もどんどん広がってますし、まん延防止等重点措置も、まあ、北海道等ね、まあ認定されてますので、今んところね出てないね、まあ地方、まあ要するに下関みたいなところですよね、まあそこが思いっきりね、被害を被って、で協力給金とかね、まあそういう支援が全くない状態なので、特に本当に SNS とかねネットとかを使えない、そういうね、高年齢の方がね営業されてるようなお店っていうのはね、もう今からもうかなり厳しくなるんだろうなと思ってですね、なかなか厳しいなという感じですね。でまあ、金曜日ね、今日ね、前半はねそうやって、地元ね安岡の先輩に助けていただきながら、中盤以降ねちょっとパラパラとねご来店くださいまして、結構ね、まあ、少人数なんですけれどもねがっつりやってくださって、まあ安岡の先輩曰くね、もう今日は前半で、昨日の、来店人数超えたねみたいなあ YouTube 見ていただいたんだなと思ってね、ありがとうございますという感じで、まあねそういうね本当いつも、応援していただいてねありがとうございます。ということでね、まあなんとかね昼夜合わせてね今日は、久しぶりのね白星を飾ることができましたという感じなんですけれども、まあ完全にねロックダウンというか緊急事態宣言、まあねなんかねその延長になって、緊急事態宣言延長になって今まで休業要請出てたところは、まあ、時短に切り替わってとかね、あとイベントはなんか人数絞ってやっていいよとかね、なんかちぐはぐというかね、なんか行き当たりばったりというかね、それやってる意味あるのかなとかいうね、まあいろんな矛盾はね感じますけれども、今日ね外見たら下関もね聖火リレーがあるんで、そのねなんか道路のね、封鎖状況のね時間の看板が出てましたね。はい、というわけでね、来週ね、あるんだなと思ってね、まあ、豊良のね、大先輩が、聖火リレーでね、走られるんでね、いよいよかとね、楽しみにね、されてるだろうなと思いながらですね、実際、まあ今のところね、下関はちょっと落ち着いておりますけれどもね、できるのかなとかね、まあ、っていう感じですね。オリンピックあるんかなという感じです。はい、まあなんかね本当にちょっとね最近本当に完全にね、店を開けれない状況になった時にねどうやって生き残ろうかなっていう風にねそこを考えるようになりましたね。まあ店内営業はもう多分ねダメになるでしょうけど、外売りもダメになったらねどうしようかなと、そしたら生きていけねえなととかね、本当になんかいろいろ考えるわけなんですけれどもね、でもまあそれがねまんざらなんかね、ないことはないなっていうのはねちょっと状況になってきたかなという、ね風に感じないこともないので、ちょっとねそういう
最悪のね事態もちょっと想定しながらね、稼げる間にね稼いとかないとね、本当に動けなくなったらですね収入が絶たれちゃいますので、もう我々何もね、まあ給料制でも何でもないのでね、自分で売り上げ作って利益を出さない限りは手元にね一銭もお金が残らないので、まあそこはね、営業できるうちにね、金を稼いでちょっとね、今なんかそういうね余力ができるほどのね売り上げが作れるわけではないんですけれどもね、まあなんとか、ちょっとでもね残していかないといけないなと思うわけですね。まあこれはね全国の飲食店、アルコールね提供しているような居酒屋業態のねオーナーさん、ね、経営者の方はみんな同じ気持ちではないかなと思うわけですけれどもね、なんとかね出を抑えて入りをね、まあ入りをちょっとでも増やして、まあコロナ以前にはねなかなか戻らないでしょうけどね、今昼夜のね両方足し算の経営でやってますけれども、それでもねコロナ以前の売り上げには戻ってないので、まあなかなかね、厳しいのは厳しいんですけれどもね、まあ今はね、まあ、どんだけ労力使おうがね何しようがね、もうとりあえず数字を作ることをね、まあコロナ以前のねちょっと売り上げをね、作るのはちょっと難しいかもしれないですけれども、生きていけるだけのね売り上げを作るのがまあ最低条件かなということなんでね、まあ黒字経営ということがね最低ラインなので、まあ、そこをね意識しながら、まあ、もうちょっと頑張っていきたいなと思います。いやーでもちょっとね本当に今月でね、まあ本当に何回も言いますけれどもね、心折れてね店辞める人多いんじゃないかなというようなね状況になってまいりましたね。まあ下関でもねなんかいろんな話が聞きますけどね、その、飛んだとかねいやー先がね本当に全く見えないし、どういう状況になるかもね全くわからないのでね、本当に、自分でね経営されてる方っていうのはねのストレスっていうのはね半端ないんじゃないかなと思いますね。ちょっとね今日ね腹が胃が痛かったんでね、昨日はね本当にお天気も良くてね気持ちよくねお弁当を売るときにねクワーッとなんかもう、あ、なんかオーラが出てるんじゃないかなっていうぐらいのね、このゴールデンウィークをね戦って、なんかレベルアップしたような感じのねこうドラゴンボールのこのスーパーサイヤ人のうわーっていうようなねのが出てる感じがね、自分でもこう気が高まってるねっていうような感じだったんですけどね、今日はねちょっと腹が痛かったんでね、ちょっとね下っ腹に、力が入らないんで、ね、もう下半身になんか力がこう伝わらないような感じだったんで、うわ気が寝れねえなというような感じでね、ちょっとねなんか不本意な、昼のね、外売りでございましたという感じですね。ちょっとね胃腸はねちゃんと整えないといけないなと、思いましたね。はい、というわけでね、ラスト、土曜日ね、今週もね5月2週目、ファイナル営業日なので、ご予約の方もねお待ちしております。0832321619までお願いいたします。でチャンネル登録のもね206人から増えませんねはい、停滞期に入っておりますのでね、チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。まあね、わーわー言いましたけれども、まあ粘り強くね、我慢強く、そして、コツコツとね継続して、やるしかないですね。一発でかいのはないから、まあちんまいのをねコツコツと積み重ねていくしか、まあ今はねないかなと思っておりますのでね、まあコツコツやっていきたいと思います。はい、皆さんね、ご支援の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。終わります。